国際親善試合、U から22日本一の 4U、22アメリカ、10月14日、フェニックスライジング FC スタジアム、フォト、新たな歴史を刻むべく、魂の声援を送り続けたアルビレックス新潟サポーター。10月シリーズでアメリカ遠征を実施した U から22日本代表。現地14日の U22 メキシコ戦は4対1の快勝を収めたが、 中二日で迎えた U22 アメリカ代表戦は、大岩ジャパン発足後発の4失点で、14で敗れた。アメリカに関して、ベストに近いと思うよ、と試合前に反町康チ安春技術委員長が話しており、パリ五輪の出場権を持っている、本気モード、の相手が、同大会に出られないメキシコより一枚上手なのは戦前から分かっていた。それでも、ここまでの大差がつくとは、 選手たちも予想していなかったに違いない。CB ・チェイス・アンリのパスミスから開始6分に先制点を与えると、序盤からアメリカにペースを握られた。フィジカルの強さを前面に押し出されると、中盤の攻防で競り負けて何もさせてもらえない。セカンドボールも拾えず、ビルドアップも相手の圧に屈して、まるでつなげなかった。35分に CK の流れから MF ・松木玖が同点ゴールを決めたが、 前半終了間際に勝ち越し点を許してしまう。後半も持ち直せず、さらに2失点。1対4の敗北に選手たちはうなだれ、後半から出場した右 SB 内野隆史は、しばらく起き上がれなかった。昨年3月に立ち上がった大岩ジャパンの試合を振り返っても、ここまでの完敗はない。欧州遠征でも強豪国に内容で競り負けても、スコアは僅差で勝利する試合も少なくなかった。 そうした難しいゲームの中で巧妙がなかったわけではない。それが MF3 のヘシュンスケのパフォーマンスだ。劣勢だったアメリカ戦において、日本がペースをつかんだ時間帯があった。前半の15分から40分ぐらいまでの間である。前線からのハイプレスで相手を押し込むと、連動性ある守備で何度もボールを刈り取った。たとえ奪い切れなかったとしても、苦し紛れのボールを蹴らせる。 比率の取れた日本の守備は機能していた。その原動力になっていたのが、三のである。もちろん、最前線の FW 細山尾のプレスが効いていたが、その後ろからタイミングを合わせながら、果敢にボールダッシュを狙っていた三ののポジショニングは見逃せない。そして、奪ってからの仕掛けも迫力があり、164センチのアタッカーが小気味良いドリブルで大柄な相手を何度も手玉に取った。 前線の選手たちの中で話したわけではないけど、前から言った方がハマっていくというのがチームとして浸透していた。三戸は今までの活動で積み上げてきたものの成果と話したが、自身の献身性と守備力があってこそ成り立つ戦術だった。